チブサ雲とは、運転から、コブ状の雲が垂れ下がっている状態のことである。その形はチブサ、泡などとも形容される。剣雲、剣石雲、鉱石雲、高層雲、層石雲、石乱雲に現れる。学術名は、ラテン語のまんまにちなんで名付けられた。チブサ雲は、運転付近で、下降気流や下流が発生している時に発生する雲である。従って、 必ず他の雲に伴って出現する雲だと言える。例えば、積乱雲の場合、雲の中に大量の雨粒や雪、氷の粒が蓄えられているような時に乱流を伴った加工気流が生じることがある。雲の中の気流は多数の乱流を持った加工気流、雲の下の気流は上昇気流、または雲の中よりも弱い加工気流であるため、 雲の底面付近で気流の衝突が起こる。すると、雲の中の乱流が、古武状の雲となって現れる。積乱雲や、それに付随する雲で見られることが多いが、それ以外の雲でも、乱流のある時に現れることがある。チブサ雲の出現は、強い下降気流の発生を示唆しており、下降気流に伴って降る大雨や氷雷に注意が必要である。また、 はっきりとしたコブが現れた場合は、激しい気流の渦が発生していることが考えられ、上空では乱気流、地上近くでは竜巻が発生する恐れがある。ただ、上空高いところのチブサ雲は乱流が原因といっても、その影響が地上にまで及ぶことは考えにくく、地上の竜巻よりも上空の乱気流への警戒が必要である。積乱雲に付随したチブサ雲などのように、 空の低いところに現れるチブサ雲はアメリカ合衆国では竜巻の前兆として広く知られている。ありがとうございます。